ミラノコレクション2010年ミラノコレクションとは、イタリアのミラノで、ミラノモーダウォーも、ミラノモーダドンナのそれぞれ夏と冬の年2回ずつ、開かれる服飾ブランドの新作発表会の総称である。1976年以来、ミラノで開催されているコレクション。数々のデザイナーが新作を発表し、宣伝のために主にバイヤーや、ジャーナリストやカメラマンを招待する。 ビジネスの場なので一般の人々は基本的に見ることはできない。パリコレクションの前の週がミラノコレクションという日程が組まれている。有名なプレタポルテのコレクションはミラノの他にパリニューヨークロンドンのビッグ4に加え東京などで開かれるが100以上のブランドが参加するパリコレクションが一番規模が大きく、その年の流行が作られるため注目度は非常に高い。 常設会場が国際見本市会場に隣接して作られるが、ブランドごとに独自に会場を設けることも多い。関連するコレクションには、国際聖地点であるモーダイン、靴、カバンのコレクションであるミカムなど多数存在する。ありがとうございます。